なんか中国、すごい今、いいポジションいますよね。なんか中国すごい今いいポジションいますよですから、漁夫の利を得ようとしているし、だからそれはね、あの当然、あの日本もは警戒しなければいけない部分というのはあるんだけれども、あのポジション的にはとてもいい感じですよね。うん その経済制裁きつくなると、じゃあ、中国のものを買うしかないから、ロシア人1億4千万人の市場が手に入るし、仮に経済制裁がきつくないんだとしたら、じゃあ、中国も台湾とっても、その欧米はきついことしないよねっていう証明になっちゃうじゃないですか。そ、うん、そうう勝っても負けても、どっちが勝っても負けても、中国は悪,いく,はない悪くはならない。 うん、もうそれはあのあなたが、ひろゆきさんがおっしゃってるとおりです。私もずっとずっとそう、うん、そう思ってた、あのこの戦いが八万前から、これの勝者っていうのは、多分中国しかないと思う。いやで、そのなんかヨーロッパとかはあのガスとか石油代高くて大変だよねと国民が困って、でも中国はあの安く石油をロシアから買えるわけだから、なんかその長期になって、 でればなるほど中国だけ経済成長してそれ以外の先進国みんなきついっていう。うん、だから今中国は成長が鈍化していって言うんでこれが助け年になるかもしれませんね。うん、とても。うん、だ、まあ運がいいのか狙ってやってるのか。 だそのロシアがそもそもじゃあなんでやったのかっていうのでそのあの独立国をロシアの議会が認めたののなんか議案を出したのが中国の支援をされてるロシアの中のその派閥が出したっていう説があるじゃないですかそうそう本当ですかいやだから僕そこまでロシア情報詳しくないんですけどただまあそのロシアの議会の中にもその中国の,その共産党と連携している要はあの共産党系の派閥が。 いてで、そこが議案を出したっていう説があって、まだ確認は取れてないんですけど、僕<ー>はで。なんかそれに乗っかっていくと、だその独立国認めたら、まあまあ、プーチン大統領としても、じゃあそこ確保しようってなるしっていうので、なんかそこもなんか中国が描いた絵っていう説も、あながち間違いじゃないんじゃないかなという気がするんですけど。まあでもその独立国を作るっていうのは、あのその国の域内に独立。 国を作るこう民族紛争とかを利用して、独立国を作ってしまうと。ドンバス地区の,あの2つの,あの,その共和国を国として認定するって、あのロシアの,あの下院が。うん、<の>それはね、そ先ほど 5Days で紹介したジョージア、グルジアの時も全く同じ手法だったんでほ<う>あの、そういった意味ではあの、典型的なやり方、プーチンの典型的なやり方。 思いますけどねかちょっとじゃあ質問にまた戻りますけども。